緊張の瞬間。期待を込めて。どうだ。青選手ですね。いや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 。最後、行こう。もう最後のガチャ。いまだにこれ埋まらないっていうのはひどいね。ここをね。いまだにここ、ほら、青選手フュージョンして、すると、ノーマルが来ちゃうという状態。これはひどいじゃないですか。はい、最後ですね。もう14回目のガチャ。あー、今ので1万円か。運命をボールに託して、いけいけ、来たか来たのか、どう、お90、11と来たと。反則 OK ですね。伸びがないね。中途半端なんですよね、こういう。あ、永井選手はいいですよ。永井選手は OK です。第85の J リーグアウォーズ、ちょっと選手枠がないので、まずフュージョンさせていこう。前田直樹選手はこちらですね。フュージョンですね。名古屋のユニフォームの売り上げ1位ですね。強くなる、強くなる。前田選手完全にスタメンを取った感じですね。やりました。はい、スピードはいいね。スピードある選手だけどいいです。で、永井選手いこうか。永井選手いる。これは EP つけたいです。あのクラちゃんで使ってますね、この選手は。金 EP つこうもんならだいぶ変わりますよ。回ってますね、 EP ね。ついちゃい、あ、ナイス、ありがとうございます。あー、強いです。これ全部プラスだもんね。これ松本で出た場合は60、40、30ってことか。60、40、30っていうと、松本で出ない場合はだいぶ違うね。60、40、30ってことは、強いね。 2.9 倍ということですね。松本で出ない、全く関係ないとこで出ると、2.3倍ってことだね。ちょっとだいぶ変わるね。このプラスがついてるかついてないかっていうのはだいぶ違います。これは、あと、自然でいこう。自然成長でいきます。あとはですね、ファン速攻ですね。ファン速攻は、
まあほぼほぼ使ってはいませんが、これで使えるかもしれないですね。限界を超えた。まさかこれは。選手も入れながら育てていきましょう。反則を入れた。起動選手ですね。起動クラッチですね。56の71か。あ、ボーナスセンス解放されるんで、言っておきましょう。お金はありますんで、資金は。限界を超えた。このイベントはお金貯まるんで。育つんです。おお、イエス。そう。永井選手ここだったね。一個早かったですね、フュージョン。これで 2.25 ってことだもんね。山田選手成長してほしいね。さらに宮本選手はまああるだけっていう感じですよね。ちょっと動かしづらいかな。ここはボランチで86でっていうとちょっと売る可能性がありますかね。ちょっとなるべく動かしたくない、保管しときたいっていうことかな。あと今6枚か。青選手ちょっと7枚ぐらい売っちゃいましょう。数売りですね、完全に。一旦数売りして、これ売って、柏選手の最後のチャンスですよ。もうガチャやんないので、ラストチャンスと言っていいです。緊張の瞬間。期待を込めて。ミスターでもいいですけどね。ミスは特にありませんが、かぶらないでほしいですよ。かぶった。ちょっとかぶるかね。いりませんわ。かあ。深追いしちゃダメだってことですね。久しぶりにこんなに引いたんで、ガチャ。深追いしすぎましたね、今回。反省としては。過去に、スーパーノヴァってやつ、20回引いたんですけど、まあまあ、引いてる人は毎回ね、20回引いてる、20回、30回引いてるんでしょうけど、厳しいよ、結構。スーパーノヴァも深追いして、やられてますからね。パックイリギュー、オフェンスいらないですね。はい、これも自然にいきましょうか。ということなんで、青選手、まあ、フュージョンしないでいこう。編成で見て
いると、パク選手入れますね。あと今フュージョンしたのがファンソッコ入れたいね。ファンソッコ、ファンソッコ入れたいですよ。選手は成長しきってないね。これでいいか、これでやっていきましょうか。いいです、これでやっていくんですけど、パク選手、選手を超えられないかなと思うんだけど、ちょっと見てみるか。悪くはないよね、スキルも。キラー光ってるのがあるから、まあ成長させて使えるっちゃ使えるかもしれないですね。ここまでちょっと時間かかるんだよね。なかなか出ないですよね、パク選手ってね。グレード下がってくればフュージョンしやすくなってくるんで、そこ狙いかな。山田選手とかいっちゃってるんで、86、まあ売っちゃうな。これはどっか移籍したんかな。奥井選手もフュージョンしとくか。これ嫌ってるんで結構強くはなってるんですよね。74にして、これでボーナスセンス解放するんで。奥井選手どこ行ったんだ、清水行ったのかな。オレンジからオレンジだよね、確か。限界を超えた、この間出てたね、練習試合で出てたような気がします。まさかこれは。奥井選手スタメンガッチッと取ったらグレード上がってくる可能性はありますね。その時用に取っておきます。で、特攻の値はパクイルギのフュージョンによって少し上がってますね。あとは特攻のカード、もう一回田中尾選手フュージョンしたのを取り戻したということです。はい、これでいこうか。はい、今回14回引きましたけども、まあ最初の7回でストップしなきゃいけないんですよね、本来。キリがないから、これ7回のうちで決め出なかったらもうそれ以降は引けないですし、いつもそうですね。だいたい引く人は早いうちに引いちゃってるんで、やっぱということでした。以上、いろいろ喋っちゃいましたけど、今回も最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。